皆さんこんにちは、みのチャンネルの井上でございますこれ なんていうか知ってる？おりん。ああ、はい、おりんですね。はい、これはどういう意味があってこれを鳴らすのか。挨拶ですかねご先祖への挨拶こんにちはみたいな。まあ空気を清めてこの音がいい音だよね、はい、そして邪気を払うっていう意味があるらしいんですよ。ということで、今日は箕輪塾、仏教仏に関して第3弾になっちゃったねそうですねそんなやるつもりなかったんだけどお盆からスタートしてなんでここまで来ちゃったのかな、まあ行っちゃえばいいやみたいな感じで今来てますけど、うん、あ、これ今仏壇から持ってきたんですけどね、これもう古いな、結構もう古いな、これもううちの父親亡くなって、父親が52歳の時亡くなったから30年以上か、もう父親早く亡くしちゃったんだね私、うん、これその時からずっと仏壇があるんだけど変えなくていいのかな、これ木に変えようかまあこれと一緒に傍らにほら木魚ってあるじゃない。はい、あれは何のためにあるかって知ってる？あれはリズムじゃないですか。そうそう、あれどう考えたってあれ太鼓だよね、はい、リズムだよね、はい、リズムっていうのと眠気覚ましって意味があるんだって寝るなよみたいな知ってました？皆さん寝るなよの合図ですよ、あれ寝るなよ寝るなよで、だってさ漢字さ、魚って書かない？あ、書きますね。書くでしょ、はい、魚って寝てる時も目開けてんのよ。あ、まぶたない、目つぶんないの、はい、だから目つぶんなよって意味なんじゃない？そういうことじゃん確かに漢字なんでこれだろうって思ってました寝るなよって、はい、そういう意味らしいよということなんですが、はい、まあそれは別としてですね、まあ夏ですね、お盆を迎えて本当に先祖供養しましたか皆さんね、もう夏終わっちゃいますね。今これ動画アップされてる頃にはもう夏も終わり、これから秋に向かって収穫の時期になると思ってますが、最後にですね3本目としてですね、この禅って、まあよく書くでしょう、はい、これもう仏教用語ですよ、うん、禅は禅であるっていうのをちょっとなんか本で見つけてですね、うまいこと言うなと思ったんで、それ皆さんにご紹介しようというふうに思ってます。で、この禅というのは何かって調べたら心。で、心っていうのは世界観であってものではないので、それは仏であるっていうふうに言ってました。だから禅は仏になっちゃう。はあ。うん。ね、なんか不思議だけど。で、自分と他の存在との境界を超えた真羅万象、なんか難しい言い方したいんだけどさ。自分と他、要するに宇宙だよ俺がよく宇宙宇宙ってパッて簡単に言っちゃってるけど、結局自分と他人、他のもの、もうこれものでもいいし他人でもいいし、その辺の この境界を超えてるもの、宇宙ですよ、その真羅万象に共通する仏の心、はあ、なんだろうね、共通する仏の心、これが禅である。じゃあその共通する仏の心が善なんだって、そうすると分かりやすいよね。分かる、何が言いたかった。難しいちょっと難しいです。これはまた箕輪チャンネル難しいって言われちゃうよ。箕輪塾難しいって言われちゃったんだからもうどうしよう。もう分かる、うん、善っていうのは仏の心、はい、で宇宙観で、宇宙観もうここにある、まあ、世界すべて、宇宙すべてのものをの良いっていうものは、良いというものは善なんだよと。あ、だから善を勉強するってことはこの良いってことを勉強しろよと、はい、で問題なのはですよ、調べたら、これも調べたら面白い、うん、善っていうのは反対語は何？悪、うん、それは西洋式なんだって。考え方が、あ、ここに西洋式書きましたよ。いわゆる社会的な規範となったり正しい行為、うん、ね、相対的なより、また難しく書きたがるみたいなこれ相対的なより良いではなく絶対的な良さって、これ結局は
絶対誰が見てもいいっていうことがいいんだよってそういうこと言ってる、はい、だからそれ良い悪いって考えたのはこれは完全に西洋的な発想なんだって。これは、はい、これ悪ってこれっていうのは、はい、もう結局西洋的な発想、はいね、東洋的仏教なんだから東洋式に考えたら善の反対っていうのは煩悩なんだって。あ、煩悩っていうのはだから腹が減っただとか、あのうちの店の前木で覆われて見えないから、あのちょっと草取っちゃおうとか木取っちゃおうとか、はい、あのそういう煩悩ですよ、うん、あのね、自分勝手っていうのが煩悩だよ結局、はい、まあそれって世界的あ旗から見たら悪いことじゃんね、自分の車や中古屋さんがちょっと木で覆われて見えないから除草剤撒いて木枯らしちゃおうっていうのは、うん、旗から見たら悪いことでしょ、はい、でもそれってイコール煩悩なわけですよ。だから西洋式ともちょっと近いことは近いんだけど、その煩悩じゃないことを善とした場合にはその仏の世界である宇宙全てに共通する心がみんなが捉えて煩悩がないっていうその行い気持ちっていうものがこの善に値するよっていうことなんです。ちょっと難しい？だいぶでも分かりました。だいぶ分かったかな、はい、分かるかな、はい、でちょっとまあこの仏教とかインドの研究者の高楠淳次郎さんってこれもう古い人で明治大正昭和の人なんだけどさ、古い人がね、仏とは何かって言ってて、人間の尊さは可能性の無大無変広大無変なることである。また難しいことで書くのよこれ。人間の尊さって何かって言ったら可能性の広大無変なことであります。その尊さを発揮した完全な上位なるものがその仏なんですっていう言い方してるんですが、これ簡単に言ったら可能性無限の可能性を秘めてるのが人間だよ。あ、言いやすい、分かりやすいね。すごい分かりやすい。めちゃくちゃ分かりやすい。なんでこんな難しいことが書くんだろうね、はい、え、無限の可能性を秘めたのが人間だよ。その力を発揮したものが一番上にいる人が仏なんだよっていうことを言ってるのこれ。あ、すごい分かりやすかった、はい、自分で言ってて分かりやすかったその無限の可能性っていうのは、無限って何かって言ったら宇宙なの、もうこの世界全てなの、この全てに対して私たち生きてる人間は全てどんな可能性、いろんな可能性、ものすごい可能性いっぱいあるんだよ。その可能性っていうのは煩悩自己私利私欲だけで生きていくんじゃなくて、他人の利益ね、そういうものも含めて、みんなが良くなるようにっていうふうに考えて力を発揮した人がこれだ。うわー、まとまったもう無理やりまとめていくということなんです。これも随分前に箕輪塾でやったんですけど、自分でやった行いは必ず返ってくるっていうのをやったことあると思うんですよ。だから例えば人に嫌な気持ちを与えてしまったら、バカ野郎って言ったら気持ち悪いでしょ相手は、でも相手がそういうことをやって気持ち悪くない相手が思った場合には、いつか自分に違う形としてその同じ量かそれ以上倍以上になって返ってくる、嫌な気持ちが返ってくるっていう話をしたことはあると思うんですよ。あと徳を積むっていうことをその時も話したんですけど、じゃあ 道にゴミがあるからそれを拾っとこうってね、大谷君すごいよね。大谷君はほらスタジアムのゴミ拾うじゃん。それが誰かが滑って転ぶかもしれない、つまずくかもしれないってね、誰そんだったら怪我しないようにってそこまで考えてゴミを拾うわけだ。大谷君すごいね、だからホームラン打てるわけよ。徳を積めば自分に今度逆に返ってくるね、その無限の世界、ゴミ拾うっていうのはこれ無限な力よ本当に。
その場だけにしか見えないかもしれないけど、その世界中、地球中、宇宙中にあるその無限の世界のものに対して善を積むっていうこと、力を発揮するっていうことが、すなわち仏の世界の善につながるものだということで、ご理解いただけるといいかなというふうに思います。はい、ということで、夏の暑いシーズンですね、この仏様について3回お話しさせていただきました。見てない方はですね、ちょっと 1,2 回振り返っていただくと、あの概要欄にも書いて載せておきますんで、見ていただくとためになるかなというふうに思います。またご視聴ください。ありがとうございます。